方だって、片手持ちっていうのとね、両手持ちっていうの、両手、僕がこう来たり、なんかやるときこう。で、普通は最初は片手持ちから。で、正面だとこうなって、こうなって、こうなって。例えば、四方投げだと片手持ちのときは、座ったままやりましょう。足、自分が中心で中心で下コーナー、こうとコーナーで、ここで抜いてきたそしてこの手とかこの足をしてで、こう伸ばしてくるとドドドドドって抜いちゃうそういう方向、ドドドドドっていっちゃう感じの方向にしといてほっとくと、そのままストレスほっとくと、そのままやったら抜けたんだけどこう上げてみたそうするとこうなってくるこうしたらこうこのままいったらこうこのままいったらこちらへどうなんだけどここで自分の中心を持ってこの段階で額にした。
押してもらったら多分、いいんだよ、こうやってね、こうやってきてね、落とす練習、ここにやる練習、いいんだよ。今度手法投げやるときは触った瞬間こう出したよ。そして触った瞬間側面転換で引退、こういう話なの。そして転換して引退、これでもそういう感じだ。それ一回勝ってやろうか。勝ったのは勝ってやるのはこれ、こう片手でやろうか。片手で来て来たらね、一つ目やったのは正面にないです。こういうで、この線にあっちにこう戻したんだよ。で、それがここに落としたんだけど、いなくなって、僕はここにいたの、いなくなってここに落としたで、これ抜いてくればこういう形いろんな形で、四方投げの場合はこう来て入った瞬間に上がってきたの、落とす、入った瞬間落としたんだけど、入った瞬間に上がったの、そして抜けたの、とこういう形だ。裏の場合は転換した、転換からこういう形だ。で、この手はずっと回ってきたんだけど、回ってきてこれ、裏がこうなってて、そこからこう回ってきて、と同じこう踏まれて、裏は同じ、左足を回してこう入ってる、転換。だからここから、まあ、本当は腰回すのに、こうなって、これ難しちゃうわけです。だから抜いて、これは転換して、転換して、本当はここに回らなきゃいけないから、回ればいい、一番。でも、これが見つかっちゃうから、ここが見つかっちゃうから、抜いてから抜いて。そうすると自分は向こう側に、ここで回るより、ここで回るより、抜いた方が、この手は、抜いて自分が向こう行っちゃったら、こういう感じです。あ、すげえ。あ、抜くっていうのは、こういう感じ。で、今度は両手持ち。今度は両手持ちで行きます。こうなってるでしょ。これも同じ。ここに来るの。これもさ、詰めちゃうと重みがこの乗っちゃうから、骨折状態に、骨折状態にして出したいから骨折状態にして、ここに入ってきたの、こう骨折状態のところをコンビに同じで骨折状態、こういう骨折状態骨折状態ってところを、だからなんかこういうふうにいってないのよ。こう落とせない。この状態のところこういうふうに入ってる。重みがここに向かってない。完全に。相手これ。これ押し上げたい。立つために、こう押し上げたいと思う。落ちこんとる。なんだ、立つ力の方が全然強いから。で、そういう話で。そして、両手で、両手は正面で、まあ正面で。正面だけど、ここでやったからね。こっち入って、で、ほっとく状態どこをこう。そういうのは、そういうことを考えて。じゃあこうなる。こう来てさ、みんなこの手を自分が出ちゃうんだよね。自分が主張したんだよ。だから自分がなるべく主張しないようにこう来たんだけど、いなくなって、でこの手あるね。でこの手、自分がいなくなっちゃうっていう意味では上げてない。上げたら自分がいなくなっちゃうって。そうそう。なんか四方投げだとさ、こう掴んでくるのにこうやって。こうやって、ここにやんなきゃいけないんだよ。
こうやって上げとって、全部抜けてきちゃえば、目標がないからね。わかりやすい。で、それをやってみたくないと思う。こっち来ちゃう。これすごい大事だ。